じゃあちょっと昨日の話でもしようかな。え、何？最近ちょっと俺あんまりなんかそんなムカつくことないよね。うん。で、ムカつくことないけど昨日久々ムカついたよ。うん。腹立ってお前ふざけんなっつってマジで怒ったよ俺。え、マジで人に？たまおちくんに。あ、俺にか。たまおちくんに、うん、怒った話なんやけど。俺か。怒られたっけ？まあ、あのリスナーさんみんな向けに説明すると昨日なんか YouTube のセミナーみたいなのがあってとある場所で、でそこにまあ行ったわけよね、たまおちゃんと。ちょっと勉強やないけどちょっと行くかっつって、で行ったらそこに行く来れるのはチャンネル登録者1万人以上の、人しか来れないっていうのがあってたまおちゃんと行ったんやけど、まあ、内容はすごく良かったよ。広告に関しての勉強、どこからどこまでがダメなのか、グロがダメ、エロがダメとかすごい詳しいことを YouTube の人に教えてもらって、まあ終わりましたって。で少しなんか軽食があるって言ってなんかご飯食べたりしとったよね。はいはい、うん、でそれでも普通に俺はもうずっとたまおちゃんと一緒におって。海岸から敵来てるよ。マジか、この話マジで。海岸、海岸からそっち側に。これ敵か。痛い痛い。じゃあとりあえずこれで話の話戻して、まあ、それとりあえずそのセミナーが終わったんよね。うん。で帰ろうかって言ったらたまちゃんがほんと帰るときに、まあ、女の人とかもいっぱいおって、女性 YouTuber みたいなの。したら佐藤佳代がおるっつって。うん。で俺その時一瞬で誰と思って、佐藤佳代って何と思って、これこれっつってからちょうど見せてもらって、そしたらその、そうそう、佐藤佳代ってみんな知ってると思うんやけど、あのお姉ですごい可愛い佐藤佳代という、もう5年前とか10年前の人かな。最近テレビでは見ないけど、今最近も結構ツイッチとかでオーバーウォッチの配信も、そう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 、へえ、佐藤佳代がおるって言うて、うっせぇやろみたいな、俺めっちゃこれ可愛いじゃんって昔見よったしみたいな、テレビでよう出よったやん。でマジでって思って、どうするとそんなんだ、話しかけてえなって思ってパッと見たんやけど、マスクしとんやん。そうなんだ、マスクしとんやん、うん、そう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 、でも、はいはい、本当に佐藤佳代って俺何回も聞いたんやん、たまちゃんに、こんなもの本当にみたいな。で、たまちゃんは、いや、絶対そう、絶対そうって言うの。そう、もう、ほんと、もう、たまちゃんが堂々としてる。声も、もう。そう、声も、まあまあ、そうそうそう。まあ、てか佐藤佳代なのね。はい。で、はあ、で、ほんとにほんとにっていうの、そういうと、これ繰り返した上で、たまちゃんがすごい、もう、絶対そうって言ったっけ。俺、そのエスカレーターで、もうほんと、このエスカレーターを降りてしまったら、もう、別れ道になるけ。ここでちょっと声かけようと思って、俺、エスカレーターの、その、佐藤佳代の後ろに、あの、並んで、佐藤佳代の背中、あれをトントンって叩いたんや。パッと書いて、はい、はい、みたいな感じで、で、お名前聞いてもいいですかって僕で聞いたんよ、俺が。はい。だからなんか、竹内なんとかですみたいな言われて全然違う人だで、俺さ、もう佐藤かよって思ったお前やけさ、俺佐藤かよって思ったお前やけさ、あ、そうですか、いつもこの二人で、二人で見てるんですよ普通に嘘で言ったらさ、いつも二人で見てますとか言ってさ、嘘っこー、全く知らない、全く知らない で、それでもうなんか俺のたまちゃんもほんと引っ張り出して、お前ふざけんなよってか、お前絶対そっちったやんかね、マジふざけんなって。俺ほんと初めてたまちゃんにあんな口調でマジ切れた。その後ね、その人後でツイッターで調べたら、そうそうそう、お姉タレントだった。そうなんや、そうなんや。なんか、同じじゃん。いや、確かに、お姉タレントやけど、間違えてないけど、人違うやん。それ、佐藤佳代じゃん。いや、でも合ってん、合ってんじゃん。お姉タレントでしょ、合ってんじゃんとか言って。いや、合ってねえし、みたいな。すごいよ、あれ。綺麗な人でしょ。あ、でも綺麗な人。まあまあ、見た目は女性よね、ていうかそれはもうそれはマジで女性。本当に佐藤、うん、声も声も姿も本当佐藤かよ、うん、そうそう、もうスタイルもいいしね、細い長い、そう、うん、細長いって言ったら変な言い方、細もやしみたいな感じ。そうで俺がそれでもう大声で「お前ふざけんなよ!」っつって言ったら、なんか知らんおっさんが来てからさ「そっち俺らさんですか?」とかで対面のおじさんに「誰このおじさん」だってなんかすごいテンションで絡んでくるやん、もういきなり怖いやんあれかじゃあ俺もびっくりしたけどねいきなり来たもんね。うん、
いつも PUBG 見てます。もしかしたら今見ようかもしれない。ごめんなさい。すみませんでした。本当に。あの、その説はすみませんでした。本当に。もしかしたら今見ようかもしれない。今見ようかもしれない。お世話になりました。お世話になりました。いい経験になったわ。いや、マジで、いや、いい経験、俺やけに話しかけたのも、何してるのも。さすが YouTuber だと思って。いや、何がめっちゃ、めっちゃ、なんか、いつも見てます。ちゃんとした返しが。いや、100点前の時に。ほんとふざけんな、ちょっとな、あれは。マジで、おばちゃんよ、ふざけんなよって言ったもん、マジで。お前、ふざけんなっつって。何回言ったことか、ほんと。俺、帰りずっと言うたもんね。マジでふざけんなっつって。いや、だけど、帰りの電車でもさ、そこおるにまた佐藤かよが。俺けさんはちょっと隠れようって端っこにいるよとか言って、そしたらなんかうららもそういう恥ずかしがるんやねとか言ってさ、ふざけんなって、なんか恥ずかしがるんやねやねえちゃって、ふざけてるわ。ほんと面白かったあれは。マジ笑ったな昨日あれ。久々ほんともう怒って笑ったね。あれは面白かったな。拡張マガジンとかなかったよね。ないんよ。そうなんよ。俺も1台乗るんかよ。こんなに乗るのに。せめてこっち2台がいいかな。うん、これ強いけ。右で。ひょっ。なんか正面ブッシュ。おい、どこ行くんだよ。これ弱いな。おい、燃料ねえやねえかい。やばい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 。こっち来て、こっち来て。俺もね。俺らもね。待って、ブッシュのとこ。やばい、撃たれてる、撃たれてる。おい、撃たれてる。ブッシュのとこ敵いる。マジか。スモークタク。ここ危ないよね。うん。最低、ああ最低、ここは最悪、ごめんなさい、最悪だ。どうする、どこに逃げる、これ最低。あ、もう、え、もう燃料ないんでしたっけ。ない。え、後ろからも撃たれてる。 S にもいる、S にもいる。家入ろ、家。え、左の方行かない。乗って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 、今だって行ける。行こう行こう行こう、行けー。よっしゃやったー、危ねー。逃げちゃった、タイヤパンクせん。マジで危なかった今の。もうこれさ、あの黄色に家行くしかないけ。ちなみに、あ、間違えた、グレネード投げちゃった。なんでグレネード投げてんだよ。あ、これ大丈夫そうっすね。来た、あ、車。あ、あっち行く。オッケーオッケー。これもう、山の方に移動しね。確かに、うん、山の方から撃たれてます。いやね、そうだね。あ、待って、あ、バイクバイク、これ来るんです、これ先やね。やばい、大体来た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 。うわー、ナイス。待って、ここも出てね。え、どこから撃たれてる、わかんない。どこあの家か。はいはい。あ、ちょっと待って早くさせる。 Thank you Thank you so much。 あった、ナイスです。どうしよう、回復は俺医療キットあるから大丈夫だ。了解。あ、きっと俺8個持ってたわ。セリザータの、待って、どこだ、行きます。あ、うららが死んだ。スモーク大抵行きたいです。あー、確殺してくるな。お、どこ行ってんだこれ。下の方か、マジか。どこ下。あー、忘れた、火炎瓶投げちゃった。火炎瓶、やばいやばい。15、はい、ナイス。15、了解です。さすが、3ヘル、あれ3ヘル、気絶。3ヘル、あ、ナイスナイス。一発当て、あ、かっきりナイス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 、オッケーオッケー。いいよいいよ、残り15、一気にやった。残り11。あ、やばい、グレー止まった。大丈夫、左にもおるね。あ、いってる、ちょうどナイスナイス、グレー。おー、ナイスナイスナイス、グレーナイス。いる、あ、殺した。ナイスナイス、ナイス。やばい、伊達ちゃん。やった。あ、ナイスナイス。あ、あと2枚。あ、いや、もう一人来てる。ナイスだー、ナイス、すげー、うまかった、完璧。いや、素晴らしい。いや、素晴らしい。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは、また明日。バイバイ。